孫悟は医療で蜀軍を散々に打ち破り、劉備を撤退させた。翌年、劉備は諸葛亮に工事を託すと、その生涯を閉じる。諸葛亮は劉備の子劉禅をいただくと、孫悟との協調路線を回復した。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。先だって帝位の禅譲を受けた宗妃はこの状況を危惧。強大になりつつある五の力を削ぐべく高陵へと軍を進めた。繁盛での共闘もつかの間、孫悟と葬儀の間に緊張が走る。しかし慶州の備えが必要な孫悟は高陵に十分な兵を避けない。以前の合肥での戦とは逆に貨幣で魏軍を迎え撃つ孫悟。孫権はこの窮状を打開するため猛将たちを戦場へと向かわせた。鄭鋒、韓寧、遼東、周泰、虎の孤高が今高陵に吠える。戦わん。こちらの兵は少ない。消耗戦になれば不利か。速攻で敵を崩す。曹操の野郎、死んじまったのか。首取る前に。じゃあね、向こうの大将は宗妃だっけか。どんな喧嘩するのか見せてもらおうか。やれやれ、義もせわしないな。しかし高陵を攻めるとはいやらしいね。ここは孫悟の戦線で最も手薄。つくのは浄土と言えよ。そしてそれを守るのがそれがしらの役目だ。ああ、分かってるよ。しかしこんな砦よく作ったね。周りを張りぼてで囲んだんだって。敵からは一見立派な要塞に見えよう。だが迫られればすぐに虚飾は暴かれる。少しでも時が稼げればいい。その間にそれがしらで葬儀の主力を断つ。了解。そういう戦は嫌いじゃない。さあ、じゃあ始めるとしますか。この砦で敵を引きつけていただきたい。それがしはその隙に山道から敵主力を吸収せん。了解。こっちの守備はうまいことやっておくよ。突如現れた巨大な砦だと怪しい。各軍警戒しつつ進攻せよ。皆が敵の目を引いてくれている。何やつ。さてはどの者か。ここはわしが通さんぞ。立ち止まってはおれん。それがしの任を果たすため、ここは押し通る。何だこの時は。あなたか。
かり通る。あ、死ぬ気で守ろうか。考える修羅場ってやつだ。怪しげなやつってのはお前だな。ここは通さねえぞ。兵器が備えてあるとは。理解すればなら。来ましたね。さあ、この砦を。
ません。さすが義に長領ありと謳われる御仁、さみつた月のごとく。これが人で引くわけにはいかぬ。自分がいる限り、勝利。
敵殿には触れさせん。いかん。いざ総主公軍号の壁殿ならん。俺らの十分だったのに。できまん。ほら、本当に暴れようぜ。仕留めろ。激しい攻撃へ進めて。よくもまあ荒いと。その奮闘無駄だと思い知るなよ。それがしらの絆のごとく決して無駄などではない。勝利にてそれを明かしてみせよう。その勢い誰にも止められますまい。私が可愛がってあげましょう。剣業へと響かせようぞ。